はい、次です。今回も、グランデッド実況を始めていきます。ちょっと夕方か時間良くないですね。夜なら寝れて朝にできるんで。今回何やっていこうかというと、二つやろうと思ってます。一つは、前回のね、戦いで、手に入れたものがあったんで、今しまっちゃってんだ。まずこれを被ってね。そう、魔法使いですね。魔法杖を3本、まだ、未強化なんですが、作るだけ作ったので、塩の杖ってないんだね、今思ってる。ミント、サワー、酸っぱいし。ということは、ちょうどいいんでしょうか。ちょうどミントに弱いやつがいいかな。さて、このミントに弱いやつに、まあ、まずね、ミントだけちょっと実は使っちゃってるんだけど、ミント以外使ったことないんで、うわぁ、大変なことになってる。カメムシがいる。エテントン式様に恨みはないのが効くかどうかだけ見せてもらおう。お、結構効くね。当たるか。そしてね、この決闘者。ファイッ！よ、もう、吹きよダメだ。絶対にやられる。助けてくれ。クモ！ちょっと、逃げます。いや、嫌な夢を見ましたね。ミントサップ結構攻撃効いてましたね。効いてましたね。俺、テントウムシいなくね。やべ。ひょー大変なことになるんだって、これ。生き返る場所がとんでもないとこなんだって。ただ、お前にスパイシーの杖を試したくもある。見せてくれ、スパイシー。うわスパイシーすごくね。これだけさ、マジで魔法についてた。ミントはさ、正直さ、ちょっとね、微妙だなと思っていたんだよね、俺。棒がねえから。すっごい、あ、これ。ちょっと待ってくださいね。え？ホイットルウィザードミューテーション。やべ、壊す。おっと、魔法使いの何かを手に入れてしまいましたね。確認しましょうか。どれ？あ、これが高度な調理技術。十分に習得。キャンディーのコンボの中に秘められた魔法が解き放たれ、ダメージの種類によって生き物にユニークなステータス効果が与えることがあります。はぁ。なるほどね。なるほど。すご。これはすごいね。1体倒したからね。あと40体とかあるので。さ、ミントスタッフが、あ、俺これね、ちょっとさらに試したいことがあって、ミントスタッフの、軌道見ましたよね。で、俺ね、ちょっとやっていたことがあって、そう、レンガがなくなって、うわぁ、手持ちのレンガは全部なくなってしまったんだけども、こうですね、俺いつも、研究所ね、ここ歩いて行ったんだけど、草がクソじゃん。ふひょー。そういうんじゃねえんだよな。俺ちょっと違うじゃん。言ってることが、いや、言ってることが、よし。なぜ、テントウムシ喧嘩を打つ。え、ね、兵士を近づく者みんな殺すの。うわぁ、カメムシ。ということで、まあいいや。やっててもらおう。ミントフザフの軌道がこうだったじゃないですか。これ、そう。これで壊れんのかなと思って。あ、壊れないね。よかった。なんかこれで建物壊れるんだったらちょっと戦いづらいなと思ってたんだけど。オッケー。で、タワー作どうなんだろう。え？うわぁ、なんだこれ。え？反射かな？すんご。俺、こういう系好きだわ。さあ、どうだ。避けるんかーい。避けるんかーい。お、そのまま。ただね、そう、君にそれ聞かないの知っている。よし。よし、強い。あ、あいほど強い。やっべ、ほくそ。なんなんだ、細首だ。か、
サイズとか。あ、雲はやってあるんだね。安心ですね。あ、結構魔法の杖によって、俺ミントしか見たことなくて、実は。あ、うん。当てても大丈夫だよな。あ、いやー、ダメージ食らってます。あ、俺は食らうんだ。え、でもミントは食らわないよな。あ、石も食らってんじゃん、これ。ね。あ、結構、あ、そういうことですか。なんか食らってるようにさ、見えないけどさ、石って。食らってたのか。あ、あっちもむちゃくちゃ食らってんじゃん。ね。やば。じゃあ、杖の攻撃で、自分の建物にダメージが与えられてしまうということが分かりましたね。しかも、むっちゃ黒てるやん。いや、俺また死ぬわ。寝て起きたら夜だったでござる。ということで、あ、寝て起きたら少し得意な回復のかな。いいですね。いいですね。ちょっと暗いんでね、中入ってます。まあ、あとは中でやります。まあ、これはいいですね。だ杖はね、攻撃力も高いから、強化していくと、結構いいかもね。ねえ、で、それで、そうそう。なんかさ、サワースタッフだけ気絶値がやけに高いのが、私すごく気になりますが、あの軌道悪くないよね。ただ一番強いのはスパイシースタッフかな。ね。ミントスタッフね、ちょっとこれ、ちょっと見づれえな、夜。明るくなるまで、待って検証しますが。じゃあね、全種類の装備、俺が作れるね。全種類のセット装備をここに作って飾ってあります。13種類。14種類か、全。飾ってあります。ティア1からティア2、ティア3まで。で、そうね、アリンコ、あ、ヒアリをね、作るの、ヒアリのチェストプレートを作るのにね、顎が2個必要で、1個あったんだけど、その2個目もう1個手に入れるので、ね、凄まじく苦労して、その時に、ね、ミント、フレッシュに弱い、あ、ヒアリにミントの杖使ってみたんだよ。なんかね、範囲攻撃だからいっぱいその10匹ぐらいこう襲いかかってくるのに、撃てるんだけど、なかなか倒せずにね、そんな使える感じしなかったですね。杖はため攻撃必要だもんね。杖って、あ、え?いや、ためなくて撃てんのかい?あ、そうなの。あれ?出ねえよ。床壊すからあんま打ちたくねえけど。打てないね。杖によって違うんだね。じゃ、サワーは?あ、サワー、ためなくて出る。すげえ、しかもさ、超飛んでるじゃん。サワーいいかもしれないな。明るいし。4発ぐらい打てるか。さあ、いいね。スパイシーもいいよね。魔法って感じ。これ、何、溜めると、飛距離伸びてくる。あ、そうでもないね。なるほどね。ちょっとこれ、杖極めたい句もありますね。で杖にね、使えそうなね、セットもね、結構あったんだよね。なんで、ちょっとね、セット装備を、そう、これね、すごく分かりづらいって言ってたと思うんですけど。そうでね、海外のサイトで、どっちを強化すべきかなって見ながらね、やってもね、なんか海外のサイトで書いてある日本語がね、あ、日本語訳してもね、よく分からねえんだよね。もちろん数字とか 15% アップとか 5% アップとかそういうのに載ってて、ゲーム内ではそれは確かめられないんで、まあ、そこも合わせて、そこはね、数値は、そっちを参考にしてやろうと思ってるんだけど、数値以外。その日本語の効果はこっちの方がね、正確なんで、こっちでね、やっていきたいと思ってます。まあ、明るくなってきたね。明るくなってきたね。もうちょいか。はい。朝6時過ぎましたね。明るくなりましたね。いいですね。それではね、一個ずつ、防具、調べていきたいと思います。これでね、データをしっかり取って、これ俺動画見ながら、ブログを更新したいと思います。まず、
クロバ。まあ、これね、弱いからそんな使うこともない、その最終的にはね、使うことないと思うんだけど、意外と便利で、その防具の普通の効果が、満腹感。ちょっと、強化したの1個だけなんだけど、強化すると再生がつくようになりますね。これ。わかりやすいだけこれ外そうか。そう、この3つがつきます。で、再生ね、結構ね、ヒットポイント回復しますね。1個しかつけてなくてもね、見る見る、あ、今回復しましたね。わかるぐらい回復するから、ほら、なんか白くなって、キュイーンって、なりますよね。そうだ、これ3つつけたらね、相当回復するんじゃないかなと思う。で、ただね、セット装備で、保湿、だから水、喉の渇きづらくなるってやつだね。喉乾きづらくなり、お腹すきづらい。かつ、一文字されて、すごくね、これ。だから序盤はね、超便利だと思います。これ、すごく便利でした。ちょっとしたね、探索とかするのに、よく使ってました。で次ね、俺が結構よく使う、こいつです。アリセット。アリは、草、まあ、これね、これ意味ないんだけど、運搬能力が増えます、通常で。で、強化すると、草の採集速度が上がります。で、セット速度が、アリに攻撃され、赤アリに攻撃される。で、これね、草の採集速度ね、なんか3でも、で自分でその草のつけても、なんか2発ぐらいかかんでね、グラスマスター。だから、こっちがあるなら、こっちだけで十分かな、これは。というスキルですね。だからこの鎧の強化で、防御力いっぱい上げるか、特殊スキルをつけるかあるんだけど、赤ありはね、特殊スキルじゃなくて、防御力でもいいかもしれない。うん。で、これね、新しく新調しました。どんぐり。どんぐりつけてなかったんだよね、実は。だって、これなの。敵の脅威にね、さらされやすくなるんですね。で、もう、そう、セット装備が、打たれ強くなって気絶しにくくなる。で、さらにね、強化すると最大体力が増える。これね、すんごい増えてます。ちょっと今、見比べようか。これで、見ると、人が減っててよくわかりづらいな。ちょっと回復しました。この線、ヒットポイントにも体力にもね、間に線が入ってると思うんだけど、ヒットポイントの線がね、だいたい、6割ぐらいのところなのかな。あれがね、50だと思ってます、俺は。だから、今ヒットポイントはマックスで、まあ、75とか80ぐらいなのかな多分。で、こいつを装備すると、プッと下がって、2個目の線ができる。2個目の線ができるところ100超えて105とか110とかになってると思うんだけど、ヒットポイント、1箇所につき10とか20、15とか上がってるんじゃないかな。っていうところです。で、クロアリ。クロアリはね、お世話になりました、俺も。これ。まず、通常でつくのがガードをクリティカル。ガードすると一定確率でクリティカル率が短時間増える。で、クリティカルだけ出たら、スタミナが回復、短時間回復する。回復力増えるか。が、強化して得られる。クリティカルハイパースタミナ。で、そう、セット装備として、受けたダメージの一部を攻撃した敵に跳ね返す。これ何パーセントとかあればね、ちょっと調べてね、記載しておきます。で、錦鯉、これもね、作ってなかったんだよね。弱いなと思って。でもね、作りました、今回。で、錦鯉は、普通につくのがジャストガード。ジャストガードの判定時間が長くなる。で、これ、1個しかね、派生強化できてないんだけど、パリスタ。ジャストガードすると与える気絶ダメージが一定時間増える。ジャストガード用の武器だよね。でさらに、ジャストガードされた敵は自信喪失に陥る。痛烈な反撃。これなんだっけ？攻撃力を下げるんだっけ？ちょっとこれもね、調べておきます。まあ、ジャストガードするために、生まれた錦鯉。
しね、俺がこれ系を装備したいと思っていて、まだね、運用できてないんだけど、雲。で、雲はね、2個だけ、ちょっとある事情で2個だけ許可しました。で、通常が、この雲の装備はね、毎回アップデートごとにね、いろいろ変わってるらしいんですけど、今、製品版では、スタミナが回復し始ま、し始めるまでの時間。要は、走って、こう、走って、で、止まって、ここが回復するまでが早い。結構攻撃してると、ね、スタミナ減って、回復までに時間待つことあると思う。それの時間が短縮されるそうです。で、さらに強化すると、あ、待ち。その前に、これはね、ハンターの勇気、体のエネルギー変換効率が上がる。これはスタミナ回復速度が上がるだったような気がするね。で、これ、毒ダメージが、ね、増えるってやつですね。これね、その装備箇所によってパーセンテージが違っていて、銅50、足30、頭20かな？確か。だからね、かける3になってませんね。その効果違うから。ね、だから分かれて表示されます、これは。頭装備だけ、別のに変えても 80% のね、ダメージアップが期待できます。で、俺がね、求めていた8。これもね、作ってなかったんだけどね。先ほど作りました。で、8は、通常の効果が、弓に気絶ダメージ。これ強いよね。で、かつ、強化すると、スローショット。矢が一定かけつで敵をね、遅くする。さらに、そう、セット装備が、矢が一定確率で花粉の霧を発生させる。だから、ね、やってみるか。あ、壊れんべえや。うわ、すんげえ攻撃力。あ、やっぱ、壊れます。3発で壊れます。当てなきゃダメなのかな。いや、僕そっちゃな。お前ならいいよ。おお、すげえ、花粉ダメージ出たね。いきなり当てて一発目で出ましたね。おや、花粉しか出ねえんだわ。え、すごくね、花粉。当てたら 100% 出るぐらい出るのかな。あ、そうだよね。いや、でも、結構 50% ぐらいか。今のとこ。ね、すんごい出るね。すごい。これはね、かなり確定出るから。これ、でも弓ね、引き打ちすることってあんまないんだよね。このゲーム。高台打ちになるんだよね。引き打ちするんであれば、その、敵の移動速度遅くなるのですごく重要だよね。だ、通常戦でも使えるかもしれない。こう、高台から撃つんではなくて、通常戦、ちょっと離れた敵を撃って、そこをさらに撃ち続けて、移動速度を遅くしながら、こう、自分下がっていってっていう戦い方が、こういうのはできるかもしれないね。いいですね。すごく良いですね。はい、ということで、次。あ、そうだね。ティア1はね、ここの3つだね。どんぐりまで。ティア1はどんぐりまで。で、クロアリからティア2ですね。で、これダンゴムシが、ティア2最後の画像かな。うん。ティア2最強装備ですね。まず、ちょっと待って。まず、これ、ガード回数が増える。これは本当にね、強いです。もうね、見ていただいたと思いますけどね。これ本当に強い。で、これね、強化してつくのと、セット装備がすごく強くて、セット装備が、攻撃をガードすると弾に回復する。かつ、すべての回復量が増える。
だ多分包帯膜とかも増えなのね。はい、だからね、かなりの防御自慢。これ、ティアツリーで作れるし、テントウムシはね、なんとかね、本当に初期の頃、マルチで二人で、本当に初期の初期でも二人でやれば、拠点近くに湧いたやつを死に戻りしながら、生き返らせ死に戻りしながら倒せました。まあ、それをやることによって、まあ、作れるでしょう。し、戦い方上手だったらね、勝てんだよね。なんでまあ、意外とね、目指す防具としてはいいかもしれない。で、これレベル3なんだけど、ティア3か。ティア3の防具。とね、この順番にね、一応やってます。この順番に。だから、まあ、一番難しいわけじゃない。でも難しくない？ガの装備。これガの鱗頭しか使わないんでね、意外となんとかなりますね。でガの装備は、通常は、弓、これね、すごいのがね、弓と矢なんだね。弓と杖なんだね。遠距離攻撃で出血。チャンス。これだから杖使って、帽子だけね、あの帽子にして、魔法使いの帽子にして、これ下2つこれっていうのもありかなって俺は思ってます。で、軽装なのがね、軽装だからちょっとね、防御力に不安があるけど、そこの抵抗がね、低いから。抵抗っていうのはその防御力だね。防御力とかダメージを抵抗分減らしてくれる。ので、それがね、ちょっと他の、中装、重装に比べるとね、低いからね。で、これもすごい。これ強化してつくのが、スタミナ還元。弓とコンボ。コンボっていうのはね、杖のこと、スタッフのことですね。魔法の杖だと思う。言ってかけて、ソフトにスタミナ還元。これね、コンボってよく出るんだよね。こいつでもコンボって書いてあるから。うん。役的にそうなんだね。魔法のスタッフとかなんだろうけど。で、ウィンドラン。ウィンドランが、遠隔攻撃を当てたら、移動速度が上がるはず。ヒット時。役的にね、正確に調べておきます。確か、そう、攻撃を当てると速くなる。そこまでね、セット装備がそう、有用ではないから、こう魔法装備に、帽子だけ魔法にしてもいいかなと思ってます。いや、これよ、これ。黒コケグモが、同じかな？この毒のやつはね、おそらく。普通のやつと。で、ジャストガードすると一定確率で毒攻撃にする。あ、で、これ通常でついてんだね、この毒のやつがね。で、強化すると、ジャストガードで一定確率で毒。さらに、これね、敵を倒すと移動速度が上がる。って感じだね。まあ、連戦するときいいかもしれないけど、このゲームでね、その、戦闘中の移動速度ってそこまで気にならないかな。うん。っていうところ。で、これもね、持ってなかったんで、ね、作りました。まあ、いっぱい倒してたんでね。クロスローカウト。これもね、ちょっと、強化素材足りなくて。強化できてませんが、カウトしか。通常が、突進攻撃力が弱まる。これ、突進攻撃力が弱まるってね、要は、クロツノオカブトとかテントウムシの突進かなと思ってたら、読むと違うんだね。ため攻撃を行うと高い確率で敵のダメージが減少する。で、強化するとため時間が短縮。セット効果は、まあ、通常攻撃です。のスタンしか上がるかな。で、ため攻撃って、どの武器でもできて、魔法の杖でもやってたけど、こう、押しっぱなしだと、ウィン、おら、溜めるぜってやつが、これが速くなるらしい。で、それ、だから、溜め攻撃特化だよね。これでハンマーとか持てば、ね、溜め攻撃速くなり、ね、溜めれる攻撃、ね、どうだろうね、と。だから、俺ね、これもね、ちょっとね、いいかなと思ってます。で、ヒアリがね、これはね、強いよね。俺、足だけ、そう、装備してたけどね。通常が攻撃を行うと一定確率で防御力下がる。これ強いですね。で、プラスする、強化すると酸性ダメージが増加。
で、近接攻撃に一定確率で3のスプラッシュダメージが入る。これが、俺が思ってたのがさ、3のスプラッシュがポンって飛ぶのかなと思ってたんだけど、そうではない。なんだろう、ちょっとやってみよう。おう、生きていけば死なねえだ。ちょっとね、ちょっと待って。2機やる、2機すごくやる。なんか効果が、特殊効果が出んのか。バーンシピョーンって。やべ、死んでしまった。強すぎる、俺が。だから、追加ダメージとかで入ってんのかな。うん。わからん。3に弱い敵に食べてよかったかもね。あんまいないけどね。はい、戻りましたね。ということで、まあ、3系のね、攻撃が強くなる。で、俺がすごく疑問に思っていることがあります。この3のスプラッシュが確かに、この装備を一式を装備するので、あるんでしょう。あるんでしょうね。この3のスプラッシュ、3性のスプラッシュ。だし、3性ダメージも与える。そう。なんだけど、例えばこれ。これね、酸っぱい。酸っぱいアクセサリーです。で、こっちに書いたのは、サワーアタックでしょ。サワーアタックは、すべての近接攻撃に一定のサワーダメージを追加。確かね、プラス15とかだったと思うんですよ。そのサワー。これの酸っぱい。あと酸味ね。ただこの酸性っていうのを酸っぱいなの。と、俺は思っていて。なんで差は変えるのこれ。差はダメージと酸性と一緒で良くないですか。同じだったらね。こっちが差はダメージというよりも酸性のダメージを与えるとかね。酸味って書いてあるし、弱点でも。なんかそこら辺が、一緒じゃなくて。酸味だったり、差はダメージだったり、酸性だったりするから、これがね、すごくわかりづらいです。わかりづらいです。翻訳的にね。どうなんだろうっていうのは思っています。まあね、3が弱点のやつに打ってみるとか、ね。一撃殴るだけで逃げるって減ったメモ量とかってやらない限りわかんない。で、酸味のね、その弱点なんていないから、ほぼ、今のところね、ちょっとわかりづらいですね。はい。というところで。で、そう、これがね、本当に強かったですね。本当に強かったです。ダンゴムシ。まずこれ。通常だと、気絶だと敵に、気絶ダメージが適用される。多分これね、ガードするとだと思う。ガードすると敵に気絶が入る。かな。このマーク的にね。で、これはガード回数が増える。まあ、2個しかね、強化できてます。で、そう、これがね、そう、敵に攻撃されやすくなるんだね。だから、敵に攻撃されやすくなるのは、いらねえから、この前は足をね、変えてたんですね。これ、マーク的にジャスガかな？ジャスガ、ちょっと少し調べてみる。まあ、要は防御すると、気絶与えられる。防御回数が増える。だから防御に特化していくということですね。あ、なるほどね。そう、一応ね、今声来てみてるんだけど、そう。ジャスガーってこういうパリンっていうね、なるんだけど、こっち、この縦なしのジャストガードを表してるか、どうだろう。でも星ついてたら大体ジャスガなんだよね、これ。あ、そうだね、こっち星ないもんね。こっち星あるから、おそらくジャスガじゃないかなと思うんだけど。ということで、我らがアリ地獄。このアリ地獄はね、本当に最初のように作れるのに、ね、で、アリ地獄も弓あればね、弓地区で結構倒せる。徘徊してるやつ。気をつければ。ので、早めに作れる、ティア3の防具として、かなり活躍すると思います。
で、こいつが、そう、シズルプロテクションが通常。で、強化すると、喉乾きづらくなる。で、セットソケックドロー、リロード。だから、なんだろう。まあもちろん砂漠行くとか、そのね、暑いとこ行くとき用にすごく重宝もするし、で、喉も乾きづらいからね、砂漠とか喉乾きやすくなるから、すごく良い。だけど、そのセットに装備したときにクイックドローがあるだけなんだね、戦闘系に関しては。なんでね、ちょっとね、物足りなくなってくると思います、だんだん行くと。ここら辺だって、棒、いろいろなさ、効果があるから。だから戦うだけだったらさ、ちょっとキアが落ちるから防御力が下がるんだけど、重装のね、テントの、重装だとその、やっぱ抵抗が高くてすごいダメージカットしてくれるから、まあ、こっちの方がいいような気もするよね。防御だけだったらね、かなりこれね、ガードがっちり固くなる。縦使ってやれば。縦使わなくてもいけんだよね。そのガード回数が増えるわけだから、本来は縦ないとね、縦があることによって、とこう、つくんだね。これガード回数。でも、3ついてんだよね。普通に。あ、多分これ一緒4×4 になってないから、やっぱ縦の方が効果高い。かな？うん。と思うけど、でも、3ついてるから、要は、両手剣使いたい場合とかはね、すごくテントウムシはいいと思いますね。縦なしでね、両手剣こう持った際に、防御した時とかね。これ両手剣じゃねえんだけど。そう。かなり防御ができるようになると思います。ちょっと仮面ライダーっぽいしね。良いですよね。はい。そんな感じでね、魔法の杖3本。よかったね。ミントちょっとね、射程が短いのがね、ミントだけは溜めないと出せないんだね。これ殴った攻撃とか、なん、あんのかな？これでもね。あると思うんだけど、あ、当たらない、当たらない、これ。出さないと当たらない。ゴミ虫がちょっと寝てるところをつついてみたけど、ダメですよね。やっぱ溜めなきゃダメなの。そうなってくるとさ。あ、でも、押しっぱなしでババ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 、すげえで、あ、ずっと出続けるね、これ。結構出続ける。スタミナがある限りは、打ち続けられるんだ、これ。あ、そうなの、知らなかったわ。これ結構強いかもね。他の魔法と違って飛んでがないのはね、ネックでしたね。はい。そんな感じで、ね、今回はここまでになります。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。杖を強化するか、なんやかんやね、ちょっといいね、装備のあれをね、見つけておきます。それでは、また次回よろしくお願いします。